ティグラン・パトルオジアン・チグラン・ワルタノビッチ・ペトロシアンは、グルジア出身のアルメニア人の元チェスの世界チャンピオン。PhD の学位を持つ。自分からはあまり攻めない地味な気風で知られ、強固な個性と不当の意志を持っていたことから、黒金のペトロシアンと呼ばれた。トビリシュ生まれ。子供の頃からチェスを指し、1952年にグランドマスターとなった。 1959年前祖選手権に優勝し、ソビエト連邦チャンピオンとなった。1963年世界チャンピオンに入る、ボトビニクへの挑戦者となり、ボトビニクを破り世界チャンピオンとなった。1966年、ボリス・スパスキーが挑戦者となった時はスパスキーを破りタイトルを保持したが、1969年再び挑戦者となった。 スパスキーに敗れ世界チャンピオンのザをスパスキーに明け渡した。1975年にビクトール・コルチノイがスイスに亡命した際は他のソ連のトッププレイヤーと共にコルチノイを批判した。チスの週刊誌64の編集長を務める党編集者としても活動した。遺願のため55歳で死去。ありがとうございます。